どうもこんにちは、特化軍です。ひつうけです。本日は質問に答えるコーナー。前回のね、質問コーナーから2週間ほどもう入隊するんですけれどもっていうコメントが実は来てたようでございまして。ああ、そうですね。今答えてる、今もう始まっちゃった入隊しちゃって始まっちゃってますね。これは怒られてほしいですね。ちょっと見つかっちゃってね、見つかっちゃって、班長班付見つかっちゃってね、はっつってお前ら特化軍見てんじゃねえよなんでよ、そんなに罰せられるのかそんな罰せられるのかよお金踏み絵みたいになってる。踏み絵みたいな、ダメだ見てんのかっつって、森尾と小野寺の写真を踏めっつってね全員踏むって全員余裕で踏む、余裕で、わかりました言ってもなれ、聞こえちゃって燃やし始める、燃やすやつもいやめてくださいね。たくさんね、質問いただきましたね。今回もお答えさせていただきます。それでは早速いかせていただきますよ。まずは質問こちら、自衛隊を辞めるときに芸人になりたいから辞めますって言って辞めれるんでしょうか。おお、森尾さんはだってがっつり言った方ですもんね。いや、普通に辞めれましたよ。おただ、うん、自衛隊がもう辞めてもらうのに、うん、かなり確実な感じじゃないと辞めさせられないんですよ。その行き先がね、就職決まってる、専門学校行く、何するにしても何もないまま辞めさせるのがまあ基本なしなんだから、うん、遅くても半年前。これだから森尾さんの場合 NSC に入るって、そうです、 NSC 吉本の養成所、うん、NSC に行きたいんです。だけどかなり直前なんですよね。面接が3月だったと思うんだよね。ギリギリ。だからそれまでにはずっと中退の仙人が、お前吉本どうなった会うたんびに吉本どうなっただよな、どうなったどうなったどうなったって、いやすいませんまだ何も、逆にどうなんつって辞めたんですか。そういえば、いや僕はね、知らねえの、親の床屋を継ぐので辞めますっていうことをお伝えして、まあ一応ハサミも持ってたんで A 内で、うんうん、でちょっと切ってたんですよ自分でも、うんうん、そしたら先輩とかがガチャって見てきて、お前あれだね、床屋なんだよなっつって、俺のいいぞ練習台使って、おうおう、男気のある先輩たちがさ、うん、次々来て、はいはいはい、その度にこうちょくちょく来て俺やんねえんだけどなっやんねえんだけどはっきりしたものに入るっていうところまで、そうすればいけますよ。はい、続きまして、うん、こちらダダン、自衛隊の方の SNS の使用は厳しいのでしょうか。はあ、これもうシンプルにさ、厳しいっすよ、まあ、多分それはそうでしょ、座学で言われてるはず今新隊員にも言われてるはずだよ。いやそりゃそうでしょ、多分速攻言われてると思う、入ったその日に。ダメだよ、うん、だって適当なこと言っちゃうと、いやーまずいまずい、変な伝わり方しちゃうと、うん、自衛隊が言ってんのみたいな、そうです、看板になっちゃうからね、うん、てかむしろあれですよね、だって自衛隊に今限らずですけど、うん、一時期バカッターみたいになったじゃないですか。ああ、あの飲食店で全裸で座ってるだけの、そうそうそう、身内だけで見たら面白く笑かっちゃうのが、うん、だからもう SNS マジでダメだから、吐きだめは SNS じゃダメですよ、うん、大声で叫ぶが一番いいんじゃないですか何かにムカついたら、エンタイモズが掘り終わるところでの人事変換ってなんだよ、ねね、もうなあ大変だよ、だって自衛官のさ SNS やって、なんかエンタイ号の掘り方、垂直に掘るイメージで掘ったら全然うまくいかないの、先輩がすり鉢状に掘ればうまくいくって最初から教えてくれれば一発目でうまくいったのに。それだったら別に大丈夫です何も問題ないんじゃないすり鉢状に何も問題ない、垂直に掘ると進みが遅い後半から、ね、やっぱ取っちゃいけない、そういうのか、取っちゃいけないところを取ってみんなに見せるとか、ね、なんか誤解を招くようなことはしないけど、うん、まあいい話なんですけどね。そう、腹減ったってずっとつぶやくんだね。そうだ今日もお腹が空きて腹減ったね。はい、続きましてガチャダダン、ずい、ワッカの結婚相手が自衛官の確率はどのぐらいでしょうか。これ前ね、言いました。180% です。ああ、そうね。結婚。10人中18人ね。10人中18人。10人中18人。まあまあまあ、そんなこと。結婚しても、ワックが辞めずに続ける確率は少なめではあると思います。まあ、お子さんできちゃうとね、そうそうそう、なかなか難しいですね。ね、男女ともに育休はあるんですか。ただ、現実難しいよね。まあ、難しいんじゃないですか、うん。男性がそういう方にも行くってあんまり、ないっすね、まだないですよね、うん、ほんと最近じゃないですか、これまだ過渡期だと思いますよ、まだね、まだ過渡期だと思います、全員育休取れるかって現場がちょっと判断するんでちょっと厳しいですけど、ね、続きましてこちら、森尾さん一番面白かった映画は何ですか。トトロトトロいいね、トトロか、いいよやっぱりあれはいいな、一番本当はそのシオン監督とか言いたいんだけどね
めっちゃなんか急に、はい、どういう映画ですかそれ。すごい、そのシノさん出てグロいからさ、うん、そうなんだから振り幅はい、続きまして、トッカグンさんがアニメ出演するならマルコちゃんアンパンマン系かガンダムエヴァ系かどっちですか。おお、確実にマルコちゃんか。マルちゃんだろう。アンパンマン系か。そうだよな、戦闘糧食を食べたなやばいよ、戦闘糧食のクラッカーがしけってきて元気がないよ。誰だって言ってね、あのあれだよ、マルコちゃんのお父さんはさ、なんか、寝てる時に寒いなーつって冬布団で、おうおう、せんべい布団かなんか、そしたらブッて閉してさ、で屁をこくとあったけんだよっていうサバイバル術使ってんだよ。あ、なんかあったわ。へ、こいつはヒロシ。そう、ね、もうすでにマルコちゃんとアンパンマンはサバイバル系ですよね。でも頭はダメですから ね、 してるもんね。だってジャムおじさんもね、シャカークとかね、創薬なんぼっつってアンパンマンに、まあ、もうそうじゃないよね、頭打ってますから。細かいとこ省いてますけどね。そう、うん、めちゃめちゃコントロールいいからな。あとあのパン焼いてるあれもね、野外スイングで焼いてますもんね。確かに、アンパンマンの頭言われてみりゃ野外スイングで焼いてますよね。言われてみりゃ、そうです。あれジャムおじさん手で投げるよね。手榴弾投擲的な感じでこうやって投げてる。そうこうやって投げてる、ね、いやいやいや、ジャムおじさん伏せてるよね。いや、もっと手榴弾だったら届かないんじゃないあれは手榴弾投擲のフォームだね。だいぶオーバーホンドだ、ジャムおじさん。間違いない。はい、続きまして、73式小型トラックといいますか、パジェロに乗っております。お、個人的にね、自衛隊ならではの、整備方法などあれば教えてください。自衛隊の中隊庁舎とか普通だと思いますよ。あの、普通にちゃんと免許持ってるあの陸曹とかいますから、車両整備の資格持ってる陸曹とかもちゃんといて、で普通にあのオイルチェック、オイル点検とか、あとあの空気圧普通で点検、あとまあ服とかね。ちょっと違うといえば、なんだろうな、あれぐらいですよ。洗車機でやたらね、細かく自衛隊はね、泥落とすっていうのがよくあるんですけど、あとあの無線機乗るところ、僕の中隊の陸曹はゴム板を敷いて、はい、でその無線機がこうエンジンのさ揺れでこう無線機揺れると壊れが早くなるじゃない、劣化が。その下にゴム板を敷いてこうクッションとして、揺れを軽減させる、うん、ああそうなの。あとこうアンテナあるじゃない、アンテナのところにも確かゴム挟むかなんかして、それでなんか表彰されてたよ。いいアイディアだって。そうで、それはすごい。無線機に対してちょっとケアするぐらいで、あ、まあ、そあんまり変わんないですよね。はい、続きましょう。ドン、陸自の息子が今駐屯地アナウンスをやっているそうですが、自衛隊は演習ないとき何してるんですか。だから高所得化だとしたら、演習ないときはその山に行った泥とか、なんだかんだの落とす、服、うんうん、準備する、するとすぐ次の演習が来る。あと走ってますよね。走る走る。あと記念式典、あとは準備とか、ね、特化は特化でも高所得化がいいな。高所得化な、うん、野戦はいいわ高所得化やろやっぱ。ある日はさ、あのパイプ椅子並べる仕事とか、ね、ありますあります、全然あります、はい、記念式典のために。おあるあるある。あの体育館にあの下に敷くさ、あの卒業式の時とか敷くようなゴムのね、薄いやつをこうコロコロってやってね、あの紐でさ、そうそうそう、ならバンバンバンって叩いてココッつって、あの、はい、ここ何十人かこうスッて、そのそこにこうパイプ椅子、そう、紐の位置までよし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 、ずれてるよ、あ、すいません、なんとかね、下げ、そういうね、パイプをひたすら並べる午前中とかあるし、もう数え切れないですね。まあ一般くらいですね。です。まあもっと言うとラメッタいないけど、ね。続きまして、こちら、ダダン、自衛隊に入りたいですが、男性と話すのが苦手です。女性かなと。大丈夫でしょうか。自衛官候補生はちなみに高卒と大卒どっちがいいですか。あ、苦手だったらモールスっていうパターンもありますよ。知らないで、モールス習ってないから。自衛隊入ってない。手旗信号でな。手旗信号で話す。喋れって言われる。業務以外話さないから大丈夫。慣れてってもらえば ね、徐々にね。高卒か大卒選べるんだったら、あ、候補生っていうことで決まってるんだったら早い方がいいと思うんですけどね。あ、そっち、うん、俺は大卒だと思うけど。本当、うん、なんで大卒の方が給料いい。そういうことか、うん、まあ、お金の面で言ったらね。ただそっか、仕事の速さで覚えたいんだったら高卒の方がそれいいよね。そうだ、だって4年間のあれがあるから、4年間先輩なわけですからね、うん。年下にさ、班長としてさ、同い年ぐらいにこう怒られたりするよりは。そうだね。確かに給料とか、あと社会をいろいろ見た上で。そうだね。入隊するっていうのも。18で入ってくると22で入ってくるのと、なんかやっぱ気分的には違うとは思う。好みにはなりますけど。早さを取るか、お金をちょっと取るかとか。そうだね。まあ、そういうことになってきますね、うん。うん。長くやれば元取れるってことでしょ、大卒の分ね。ああ、まあそういうことなのか。はい、続きましょう。じゃあ、ただ、入隊しますが、自衛隊法は覚えておいた方がよろしいでしょうか。これね、自衛隊法って
そのぐらい知らなくていいですよね。自衛隊法はね、覚えておかなくて大丈夫です。続きまして、ドドン、体力検定は何月頃行われますか。こちらの時は、はい、全部 4,5,6 ってやってますけど、月1で、後期も月1だった気がします。で、中隊配属になると年1じゃないですかね。で、これボーナスに影響するかっていうとちょっと ややこしいんですけど、一応判定はあるんですけど、体力検定がボーナスに影響するかっていうほどはの力はないと思うんですね。今もうあと競技も別にあんまり、なんつうの、みんな取りやすくしてるというか、変わっちゃったんですよね。変わった、今水管運ぶとかになってる。体力検定なんてソフトボール6級の人、他全部1級なのにソフトボール6級の人6級になっちゃうから、6級になるってことはボーナス判定したらめちゃくちゃ入りそうっすね。やばいっす。そうね、1種目でもやっちゃったら一番下に合わせる。一番いたのはそれのパターンですよね。全部1級なのにソフトボールだけ1級いかないみたいな。これでもあれですかね、ボーナスに影響した方がいいかもしれないです。そしたら頑張るかもしれないです。ただ体力検定重視になるけどな。そうね、勉強いやいい、そう、ね、体力検定ひたすらソフトボール投げる。 そうなるとまた過業後ボーナス好きの前の月ぐらいから急に仕上げ始める。すごい、年にだけ A 判定だから、ちょっと今肩作ってますんで。まああんま影響ないんで、はい、続きまして、ラペリング効果をした後の、まあリペリングですね、座席はつけたまま炎症を行うのでしょうか。降りた時に座席って言って、こう腰にですね、ロープ巻いて、そこをロープガチャッとつけてこうね、硬化しますと。降りた後そのまんまここの結んだ座席ロープをつけたまま行動するんですかっていう質問ですね。これそうなんですよね、あのつけたまま行動します。まずあの敵がいるかもしれないからね、すぐほどくよりはまず安全確認というかね、ちゃんと集合して全員降りたかなと、あとまあ外せそうかなっていうのを確認した後に外してリュックに入れるっていう感じですね。レンジャーでしょ、は確実にやるんですけど。レンジャー系でしょ。はい、続きまして、はい、こちら、ダダン、現役時代駐屯地に一日指令で有名人来ましたか。はあ、そう、なるほど。いや僕にはなかったな。あれか、一日所長みたいなやつ。そう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 、タレントの方とか。いやなかったっすね。うちもないっすね。なんか超有名な人だった。どうせなら仙台駐屯地とかの一日指令でオバマ大統領とかな。いやってね。でなんかオバマは有名人どころじゃないでしょもう。もう国揺れるぞ、もうアメリカのトップが。オバマ来たの。なんで仙台駐屯地のピンポイントで来るんだよ。駐屯地のトップ。あれか、ノッチさんか。ノッチさんならありえるけどな。仙台に。そうなるとちょっと笑っていいのが難しいけど。笑っていいんじゃないですか。笑っていいの。まあオバマは呼べないでしょうね。ね、来たらよかったですけど。ないですね。はい、続きまして、今気候下で後期教育です。陸士で職種変換するには食っていくしかないんでしょうか。もう職種決まっちゃったんだよね。これはね、確かに陸士中に食っていくっていうパターンもあるな。あ、まあまあいる。中隊配属後、中隊配属後にちょっと、食っていきたいですって言ってね、ちょっと時間かかるんですよ。私の同期でもいましたよ。その人はでも一任期終わりのタイミングで確か食っていきました。確かね。でそいつを後期教育でどっか道外から来て、でもね、もうその時から確かね、食っていに行きたいようなこと言ってたらしいんですよ。あ、常にね。でもじゃあ1年半ぐらいはそこで頑張ってたんでしょうね、っていう感じでしたね、その人は。確かだから速攻食うていけるかっつったらいけないですけどね、一回中途配属されて、そうで食うていきたいですって言って、すぐにすぐはちょっと。あとは食うていといってもさ、あれだからね、全員普通科じゃないからね、職種、食うていの中にも職種あるからね、特化とかね、あるしね、武器整備とかもありますから、まあ、食うてい以外も、まあ、例えば水域動弾行きたいとかね、あるでしょ。同期は全然、なんか家庭の事情で普通科の後期、でも1年半ぐらいで航空科行っちゃったっすね。お父さんがなんか航空科で、なんだ、なんかでも家庭の事情なんですよね。そういうのあるよ、ね。ちょっと多分珍しいパターンですかね。なんか外部的な事情ね。中隊がね、自分のいた中隊がね、解散して、そので職種がちょっと変わるっていう人もいます。例えば特化だったけど、特化の自分の中隊が解散したんですよ。で、その後、ね、俺の同期は普通科に。ああ、そういうのある。そういう外部的なね、力もありますけど。では最後の質問です。あらま、ドドン、訓練展示で FH70 や、白役砲の射撃の時に、赤い帽子かぶっている人は何の役。これは射撃係ですね。いや、これただ かっこつけてるだけでしょ。目立ちたがり屋でしょ。急にここにリーバイスとか書いてあるちなみに青い帽子もね、いらっしゃると思うんですけど、安全係ですね。謎は解けたんじゃないかな。カラーゲーム、カラーゲーム、
射撃してるところをカラーギャングが普通にこうやって見てめっちゃ怖いな、うん、やってんなっつって、やばいやばい、10年ぐらい前じゃねえかということでございました。あらま、たくさんね質問、あと身体の方か、身体の方ね今頑張ってると思いますね、頑張ってください。ということでございましたね、皆さん質問ありがとうございました。ありがとうございます。またね、あの質問ありましたら下のメッセージにお願いいたします。ツイッター、インスタやっております。特攻で検索フォローお願いします。やってんですよ。チャンネル登録してございます、お願いします。やってんですよ。お世話になります、お願いします。やってんですよ。本日はこれまで。それじゃあまた。